あの人の現在。中野美奈子現在の衝撃生活が明らかに。元フジテレビアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとなった中野美奈子さん、目覚ましテレビそして特ダネとフジテレビの朝の顔として活躍し、今でも好きなアナウンサーとして名前が挙がる中野美奈子さんですが、2010年に一般男性と結婚をし、旦那さんの転勤でシンガポールへと移住をしました。実はシンガポールでの生活がかなりのセレブであると話題になっており、まさかのクレームが飛び出すほどの生活を送っているらしいです。一体シンガポールでどのような生活をしているのでしょうか。今回は中野美奈子さんの現在の生活ぶりに関して迫っていきたいと思います。中野美奈子さんの現在の生活ですが、2016年に第一子が誕生し、子育てをしながらフリーアナウンサーとして時折日本に帰国し仕事を行っているようです。また以前出演していたフジテレビの目覚ましテレビにアジア支局長として現地のリポートをするなど、シンガポールに住んでいることも生かして仕事をしているようですね。他の番組でもシンガポールの穴場スポットを紹介するなどして、しっかりフリーアナウンサーとしてシンガポールでも仕事を続けています。またシンガポールの様々なスポットに訪れているようで、シンガポールの各所から地元住民しか知らないようなコアな場所まで自身のブログで紹介しており、下手な観光サイトや雑誌よりもためになると言われるほど内容が充実しているようで、悠々自適ながらも様々な場所に訪れシンガポールの生活を満喫しているようです。またシンガポール以外の海外にもかなり訪れているようで、まさにセレブと言われるような生活をシンガポールで送っているようですね。一般人からしたら確かに羨ましすぎる生活をしているようですが、子供も生まれ医師の旦那さんと3人で幸せな生活を送っているみたいです。フジテレビの朝の顔として活躍をされていた中野美奈子さんですが、フジテレビ退社後の現在はシンガポールで悠々自適な生活を送られているようですね。セレブすぎて鼻につくなどと一部の方からは反感を買ってしまっているようですが、家族3人で幸せに暮らしているのであれば実に微笑ましいことだとも思います。今後は子供も生まれたため、もしかしたら専業主婦として生活をしていくかもしれませんが、今後もシンガポールから日本のテレビに登場してほしいものですね。